はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は3月15日月曜日、時刻の方は1時8分から9分になります。さあ変わるよ。はい、変わったね。はい、そんなわけで、この動画を作り終わったら寝ます。もうじくたびれた。もうビリーもやったしね、体中が痛い、ね、疲れてます。でも今日起きたのね、9時過ぎなんで、昨日ほんとね、寝不足で朝から晩まで頑張ったんで、ほんとゆっくり寝たんだよ、ほんとね。あれ、今日も寝るの遅くなっちゃったけど、ね。まあそんだけで、まあちょっとグダ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 ーっていきたいと思います。ちゃんと口回ってる？あ、上を。ブラ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 、大丈夫？ね。はい、もし聞き取りづらかったらごめんね、ほんとね。もう一日中喋ってて喉痛いからさ、今ね、ナッツ食べながら、ね、水分補給しながら作っております。はい、今回のテーマはスマホ操作遠隔サポート、もう何でも問題解決ね、安心確実という、まあ、このテーマで、ちょっと1本ぐらい動画作っとこうかなと思いました。で、これ何でかというと、最近あんまないんだけど、ちょっと前まではああなんだけどこうなんだけどどうしようとかってね、そういうQ&A が結構あったんだよ。どうしようっていう相談が。で、ここのとこ最近ね、あんまりないんだよね。これぐらいどうしたらやした方がいいってね、でもサポートに移すのが一番いいよってことだよね。で、いろんな問題解決に、例えばね、おじいのところに何か言ってね、どうしたらやりたらいいってね、いや、こんなところに連絡するんだよとかね、こうであれよってね、だからそこで安心するのかもしれないけども、やっぱりね、楽天モバイルの話題っていうのは、楽天モバイルがやっぱり責任を持って、ちゃんとお客さんの、要はサポートするって、これが基本なんです。で、元気なおじいにも、元気なおじいの場合は、できるだけ分かる範囲でいろいろ言ってるんだけれども、でもやっぱりそのいろんな楽天のページを見たりとか規約内容を見たりとかいろんなルール見てもやっぱりね、トラップに引っかかったりとか勘違いする部分があるんだよね。完全ではない、本当にね。あくまでも元気なおじいはこう思ってるんだけど、どう思うって感じで、あくまでも参考データにしか過ぎないんだよね。なので、まあ、本当にね、見ず知らずの第三者に聞いても責任のある答えができないし、問題解決できないものもあるので、やっぱりね、この楽天モバイルのこのスマホ操作遠隔サポート、これに入った方がいいよって、注文する時にこれをオンにして注文した方がいいよとおじいは言ってます。で、別に注文した後でもこのオプション申し込むことができるんだけどもね、ちょっと自信のない方は最初から入っておいてもね、まあ、1ヶ月フリーに使っても500円で日割り計算でね、1ヶ月計算してくれるし、辞める時も日割り計算してくれるんで、本当にね、安いんで、だから何ていうかな、このスマホ遠隔サポートは通常のサポートとは違うんで、プロフェッショナルの方に従うので価値があります、これはね。なのでね、これをね、どうしても皆さんにもう教えたいっていうかね、広げたい、おじいはね、これがものすごくいいです。おじいもこれ本当あまりよく知らなかったんで、教えてもらってから、あ、これは本当にいいよねって思ったんだよね。そんなわけです。よいしょ、あ、そうだ、これはね、用意してない。とっても情報がたくさんあるんで、ホームページを見ながらね、解説したいと思います。よいしょ。ぴょん。はい。楽天モバイルのところの、トップオプションサービスのスマホ操作遠隔サポートっていうところに、こういうものでしようっていうものがあって、で、まだもう一個あるんだよ。トップのお客様サポートのスマホ操作遠隔サポートのお申し込み方法、利用方法っていうのがあります。で、あと、これはね、これはね、MVMO の方のやつなんで、今回の楽天モバイルの内容ではないんだけども、内容が全く同じなんです。で、
こっちの方が絵がついてて分かりやすいので、なので、まあ、ちょっと参考に見てもらおうかなと思ってね、これをそのまんまこっちに持ってくればいいのになと思ったんだけどね。はい、そんなわけで今ね、今頭の中ね、今こういろいろ編集しながらこうなんかアップ中とかね、こういろいろやってるんだけどね、まあ暇の時に YouTube 見たりするんだけどね、ちょっと今さ、ちょっと今こうちょっと中断であれなんだけど、おじいが YouTube でね見てる時にやっぱりね、70年代80年代ね、そこのところのアイドルの動画見てるのがね、ずっと流しながらこう作業してるのが結構多くて、でここのところ毎回いつも違うんだよ。で今ねこう毎回ずっと違うんだけども、ちょっと前まで石川ひとみばかずっと聞いてたりとかね、いるんだけど、最近は吉井ちゃん、柏原吉井ちゃんで、柏原吉井ちゃんがね、去年のやつかな、なんかで、ね、なんかやってるのがなんかあって、で結構すごいね、アイドルのドレスを着てね、ね、愛を出しながらね、本当もう結構ね、そんなに対して結構頑張ってらっしゃる、本当ね。で、嬉しくなっちゃうよね。どんなにさ年を重ねてもすごい可愛らしいし、でスタイルもいいしね、すごい声もさ、声って変わらないよね、本当ね。あの当時のまま声は変わんないんだよ、どんな年取ってもね。素敵だなと思って、なんかこうちょっとなんかプチライブとか何曲か歌ってるの見てね、わいいなってね。なんで歌の中でもね、なんていうか、まあ、ちょっと前まで光源氏とかさ、ああいうのをずーっと何度も聞いたりとか、あとは少年隊とかね、もう一回見ると同じ動画を何度もね、飽きるまでずーっとリピートで繰り返してずーっと見てるんだよ。で今見るとさ、やっぱさ光源氏とかね、光源氏もね、いや楽しいなと思って、やっぱみんなでこう以下でぐるぐる回ってね、みんな爆弾やったりとかね、すげえなーと思って、本当だけど少年隊がねすごすぎて、あれおじい記憶にあるんだよ。少年隊はなんだこれ、化け物かって感じで、もうあのテンポに踊りですげえかっこよくて、でなんかもう人間じゃないって感じだったんだよ当時ね。本当すげえなーと思って、でね、練習してこんだけできるのか、まあ、人間だから、まあ、人間だよね、合成でも何でもないから、でもすごいなっていうか、そのすごいで片付けてたんだけど、今見返してみてもやっぱすごいんだよね。で爆点がさ、そのまんまこう位置が変わらないでパーってね振ったんだけど、かっちゃんだけ手つくんだよね。なんていうんだろうね、爆中っていうのは、なんていうの、爆点でこう手つくんだけど、そのまんまくるんで鉄棒みたいに回る回転、やってるよね。なんか錦織と東山と2人ともね、すっげえよね、本当。今見てもさ、見返してもすっげえなーと思って、でダンスもキレッキレだし、かっこいいじゃん3人いると。やっぱりね、当時のアイドルはやっぱすっげえなーと思って、もう半端ないよね、すごく。なのでね、やっぱもういろんなアイドルなんですよ、ずーっと見てんだよ。でアイドルのさやつでもやっぱおじいの中では柏原芳恵ちゃんの歌って結構ね、やっぱ中島みゆきとかいい曲作ってるし、でヒット曲がねものすごく多いんだよ。だからベストの中でもすっごくなんかもう馴染みのある曲がやっぱすごく多いんだよ、めちゃめちゃ多いんだよ。でもう絶対女王の聖子ちゃんがいるわけでね、もう聖子ちゃんの曲がものすごくもういっぱいあるでしょ。だ別格なんだよ聖子ちゃんは。ていうか聖子ちゃんはなんかもうなんていうのかな、別なんだよね、ここの存在が。で他のアイドルがいて、こうだ聖子だ、内山田博士とクールファイブみたいな感じで、聖子ちゃんはだからもう
シエコちゃんと並んでっていうアイドルがねあんまりいなかったような、別格なんだよね、なんか知らないけど、おじいの中では別格なんだよ、シエコちゃんだけは。で、イオちゃんとかチエミちゃんとかユウちゃんとかさ、ね、馴染みのこのヨシエちゃんとかもジムさんだけど、そこのところの大好きアイドルカテゴリーの中にドワンとこうみんな入ってるんだよ、全部で。別のカテゴリーのところに本物、矢上純子とか、だから矢上純子とか中島みゆきとかね、イルカとかさ、本物ってなんだろう、分かるよね、歌の本物の、ね、まあ、シンガーソングライターも本当の歌が上手い人っていうね、だキャピキャピじゃなくて本当に歌が上手い人の本物のグループと、アイドルのいい歌を歌ってるアイドルとね、だだ明菜ちゃんとかもほら歌唱力もすごいしね、すごいよ、みんな歌上手いんだけど、でも聖子ちゃん別格っていうのがこうあったんだよね。でおじさんの中でやっぱりね、よしえちゃんがね一番この歌が、やっぱ一番なんていうかな、こう聴いててちゃんとした歌っていうか、今聴いてもだからちゃんとした歌っていうか、当時だから落ち着きすぎてるか、だから当時も普通に歌ってたけども、今聴いてもいい歌だなっていう、普通にかけてて恥ずかしくない歌っていうか、でアイドルの歌ってほら中身がない歌ってあるじゃん、なんかなんで、でなんか待ちぼうけーなんてね、プンプンみたいなね、なんか本当に薄っぺらい、なんかそのワンシーンをかたどったさ歌ってあるじゃん、なんかいろいろね、なんだっけ、戸惑いの週末とかね、なんかね、でトゥットゥルルとかさ、もういいけどさね、小石を蹴ればないしょうがいいけどもさ、なんかそのワンシーンをかたどってるんだけど、いいんだよ、別にいい曲だよ、名曲だから、おじい大好きだからね、なんだけど、いやなんかこ う歌がやっぱ吉江ちゃんの場合いいよね、すごくね、うん、石川ひとみとかも大好きだしね、あれあれほら、あの子あの子ほら、恋人ような名前が出てこないんだよね、うん、シベリア鉄道みたいなね、ああいう曲もさ超ウルトラいい曲なんだけど、今の時代にね、あの当時のアイドルが、まあ、歌うのもいいんだけども、でもああいう曲ってなんで今あれなのかな、ないのかなと思ってね、だ今の人から見ると懐メロなわけでしょ、だ演歌が今なくなっちゃったけど、でも我々にとっての懐メロになっちゃうんだね、結局ね、おじいちゃんたちが聴いてたなんか演歌みたい、演歌っていうか、なんだっけ、みたいな、あじゃ、なんか、なんていう、浪曲っていうのかな、なんて方ね、おじいちゃんの時代だとさ、おじいから見た、そういうなんか、みたいな、なんかそういうのがあって、で、親父の世代だと、やっぱ演歌なんだよ、ね。で、おじいだと、そういう、アイドルっぽいやつで、ピンクレディーとかさ、ね、好きよ好きよキャップってとかさ、やっぱそこら辺じゃん、結構ね。なのでね、その時の曲はすごくいい曲なんだけども、まあ今の曲が別にダメって言ったわけじゃないよ、今の曲は時代にあって、今の人たち、まあ、待ち越してるから、まあ、それぞれの時代世代ってものがあるんだけど、でもいい曲なんだよ、今聴いても本当に、うん、なのでね、柏原芳恵ちゃんのね歌ね、いい歌なんだよ、すごくね、だから結構口ずさむ歌がいっぱい多くてさ、今こうずっと見てるんだけど、でもやっぱね、少年隊とかね、光源氏とかね、あそこら辺のやっぱこう盛り上がるっていうのかな、なんかこうもう見てるだけで元気が湧いてくる、まあ、音楽を聴いてても結構乗れるんだけども、ビジュアルだよね、やっぱね、踊りではね、ジャニーズの場合はね、あすげえなーと思って、で最近のジャニーズ見てるとないじゃん、そういうのが、昭和の時代みたいなね、ああいうすごいのが、まあ、ないわけじゃんね、なのでね、ちょっと寂しいなーと思うんだけど、でもやっぱり時代の流れなのかなーと思ってさ、
で、なんか見てると、だからたまになんか、なんだっけ、なんかマツコ・デラックスが出てくるような、ああいう番組でさ、なんか今の現代の若い子でも、なんか当時の、だ親の世代がアイドルばっか聞いてるから、なんか好きになったとか覚えたとかね、でいいよねとかって言ってる世代がなんかいるみたいなのね、一部でね。で、あーと思って。っていうと、我々で言うと何かっていうと、あの、なんだっけ、あの、あれ、横断歩道の、なんだっけ、あのグループ、おじ、あんまり洋楽聞かないからさ、ね、もう、横断歩道でわかるでしょ、名前が出てこないんだよ。だああいうようなもんでしょ、結局ね。今なんかね、こう、編集しながらずっとやっぱね、こうショートカットにしてて、同じとこぐる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 聞いてました。で、よしちゃまだけね、おし、生で見たんだよね。ほんと、10年ぐらい前なんだけど、あの、静岡来てくれて、ちっちゃい、ちっちゃい、ね、市民文化会館なんだけども、なんかクリスマスイベントかなんかで、10人ぐらい出てたんだよ。で、なんだっけ、タララ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 ラってもう死んじゃったけど、ああいう人とか、ね。で、なんか、狩人のなんか片っぽの人とか、ね、なんか10人いたけど、誰がいたかあんまりよくわかんないなぁ。あんまり、その中にたった一人だけね、柏原芳恵ちゃんがいたから、うわ、芳恵ちゃん見に行きたいと思って、当時見たことなかったから。で、見に行ったけど、やっぱり黄色の、例のドレス着てね、こっちゃの美味しい歌ってくれたんだけど、ね、前に自衛隊がいたので確かに、芳恵ちゃんっつってね。あれね、見て感動したんだよ。本当に、めちゃめちゃ感動したんだよ。まあ、ぐわーって見、なんとなく肉眼でも、ああ、芳恵ちゃんだってこう、静岡の市民会館周りですごい狭いから、わかるんだよ。ね。そこで昔ドリフターズ見たことがあって、ね、ドリフ。で、ドリフを見たのと、芳恵ちゃん見たのがね、もう、2回だけなんだよ、見に行ったのがね。すごいね、ああ、芳恵ちゃんいいなーと思って、うん。で、あれからまた10何年ぐらい経って、最近の芳恵ちゃんのコンサート見て、いや、すごいよね、素敵だなーと思ってね、うん、ほんと。みんなほら、お年を召すと、どうしても、ね、体が変わってくるから、みんな、だるまになってくるんだけども、ね、よしちゃん綺麗だよね、ほんとね。どん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 美しくなってって、ね。うん、でもだんだん声の強さっていうか、覇気っていうのかな、なんか、多少パワー落ちてきてるよね、ほんとね。まあファンの方も怒るかもしんないけど、ほんとね。あ、辛いと思うよ。だおじいも今ビリーやっててね、全然体力が落ちちゃったんだけど、ビリーがさ、今、令和のビリーってなんか 5分のエクササイズやってんだよね。だビリーも体力が落ちちゃったから、もう5分が限界なんだよ、きっと。ね、そう思うとね、いや、今、やっぱね、本当、死ぬまでアイドルだなと思ってね。まあ、他の人たちもみんな頑張ってるとは思うんだけどもね。あんまりなんか、動画出てこないなと思って。ね、だから本当、ね、ゆうちゃんは、なんだっけ、カップヌードルの宣伝に出てきてね、イカの。で、買ったんだけど、美味しくなかったんだよ。普通のシーフードヌードルの方が、なんか美味しかったかな、みたいな。なんか、高いばっかでさ、イカイカ感がなくて、あ、なんだこれと思って、ちょっとがっかりしたんだよ。ね、頼むよ、ゆうちゃん、と思って。ね、まあいいや。はい、ちょっと無駄話しすぎたかな、これね。はい、スマホ遠隔サポート。ね。で、どういったものかっていうと、はい、専用オペレーターが電話で話しながら、お客様、ダメだね、おじい。今日なんかね、もう眠ったいからね。お客様のスマホ、パソコン、タブレット、画面を遠隔操作してサポート。なんか今伝わってきてる。ね。ああ。おじいと一緒になんかご飯食べ行ったりとかね、一杯飲みに行ったらね、ああ、こうなっちゃうんだな、一緒にいたくないなって思ったでしょう。ね、もう伝わってきてるもん、今。なんかもう今、こう、喋りながら、ガーってこう来てるもん。どういう風にしておじいを今見てるんだろうなって。おじいと一緒にいたらずーっとこんなことはあだこうだ言いながらね、ってこう聞いてるようになるかなみたいな感じで、ね、うわーやだな、うぜえなーって、もうなんか、そう、
来たもんね今ね、うん、まあいいや、はい、で専用オペレーター専用ってとこがミソなんだよ。電話で話したからお客さんのスマートフォン、ね、タブレットを詳細してで これはねあの前回説明して、まあ、遠隔でサポートしてくれる Wi-Fi でこれ分かりにくいでしょこれね。でその他のサポート例もこれ前回あのおじいが説明してるんだよ。これもこれね、電話の基本操作や電話帳の登録、ね、マナーモードの設定、アプリの取り方、初期設定、操作方法、アプリの起動の不具合における設定確認、ブックマーク登録方法、テザリングの設定の基本操作とか、ここらもみんな知りたいでしょ、あの初心者の人。で、データのバックアップの設定がトラブルたるとか、すごいよね。テーマアプリの案内とか、製品故障診断とか、海外利用に関する案内とか、で、iOS とアクティベーションとか、バージョンアップとか、ここらまで面倒見てくれるんだよ。で、バックアップからの復旧の仕方とか、パソコンとの同期設定とか、パソコンへの写真データを取り込む。で、ソフトウェアは、Windows、Mac、Android、iOS の基本操作。で、フレッツ接続の、などのね、NTT ディグのソフトウェア。で、ブラウザとかメーラーの基本操作法とかトラブル、すごいでしょ？楽天モバイル関連だけじゃないんだよ。で、年賀状の作成ソフトとか、デジカメ制御ソフトとか、オフィス全般の基本ソフトとか、すごいでしょ？ねえ、これ月額500円だよ。日割り計算でも使えるけど。わかる？で、全セキュリティソフトのインストール及び設定の方法とか、あと周辺機、パソコン、テレビ及び家庭内ネットワークの指示、これまで面倒見てくれるんだよ。で、プリンターとか周辺機器のね、ネットワーク設定とか、プロバイダーサービス、有線無線のトラブルシュート、ISP の切り替え、モバイルルーターの設定とか、スマートフォンやタブレット、Wi-Fi 設定とか、すごい止まない？パソコン本体のインターネット上の各種サービス、ウェブ、メール、映像配信、交換、音楽、ダウンロードなど、ね、データのバックアップ、データ移行とか、簡単に入力案内とかね、すごいでしょ？で、遠隔操作は、OS のバージョンは、Android、Windows 7、Windows 8、8.1、Windows 10、Windows 2000 Server R1、すごいね。で、ブラウザなんかもこんだけ対応してる。ね。で、サポートの範囲も、パソコン本体、モニター、キーボード、マウス、ルーター、無線 LAN、アクセスポイント、ハブ、LAN カード等のネットワーク機器、ネットワーク接続可能なゲーム機器、PS4 とか Xbox とか、ね。なんだっけ。スイッチとか、ね、すごいでしょ。インターネットを接続設定、家庭内ネットワークの接続、マニュアルに記載された基本的な操作とか、すごいでしょ。で、ソフトウェアはブラウザ、メーラー、メディアプレイヤー、ウイルス対策、文章作成、接続設定とかね、ツールとか、だからオフィス関連も入ってるからすごいよね。インストールの仕方、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法とか、ね、簡単診断とか、あと接続サービスまでね、やってくれる。すごいでしょ。まあ、利用の地位はね、地球の途中から回復された場合は、まあ、日割り計算で叱るよってことよね。1ヶ月500円なのに、税別で、日割りでも使えるってことなんだね。すごいでしょ。びっくりでしょ。で、これがお申し込み、利用方法、実際の利用方法なんだけど、モバイル、楽天モバイルをもう契約中の方は楽天モバイルにログインをして、で、契約プランのところに向かってあったらね、プランサービスの設定っていうのがあるから、そこの中を入れてもらって、それではプランサービスの設定の中にあるサービスの項目、ね、のスイッチからオンにする。そうするとサービスの中にスマホ操作遠隔サポート月500円というのがあるんで、オフになってるところオンにしてもらう。これでお申し込みは完了です。で、元気なおじいは最近ね、申し込むときにもういろんなことがわからない方はこれおすすめですよ、最初から入った方がいいですよっていうね、おすすめしています。これはね、で、これ専用アプリ遠隔サポートのインストール、これが必要になります。で、まあ、この QR コードを読み込んでいただくと、
そのアプリをインストールすることができます。で、アプリインストール専用サイトに行って、遠隔サポートをまずダウンロードします。で、Android だったら Google Play を選択して、ダウンロードをしますね。それでこれ遠隔サポート リモートコールね、これが楽天 R サポート、楽天サポートね、これになります。これをインストールします。50万以上って書いてあるから、50万人以上が入れてるんだね、これね。で、インストールが完了したら開くをタップして遠隔サポートを起動します。こうやってね。でそしたらお知らせ画面が表示されるので確認をタップします。これね、接続する。で、接続した場合ね、キャリアの料金が発生する場合がありますよということで、まあ、楽天モバイルで使う場合は1年間無料だったら無料とかね、もう1年間無料過ぎた人は1ギガまでだったら0円、初めてお返しはね。で3ギガまでだったら980円、20ギガまでだったら1980円、ね、それを超えたら2980円ね、そのお金がかかりますよっていう一応注意事項になります。これがそれで、まあ、権限の設定をまずすることになります。これね、権限の設定で、他のアプリに重ねて表示をするね。リモートであれをやってください、これをやってください、ここをこうしますよっていう時に、その他のアプリの上に重ねて表示するできるからこそ、サポートを見ながらこれこれあれあれとかってやることができるんで、この機能、ね、すごい機能だよね。これをチェックを入れます。これで遠隔サポート画面に戻って権限の設定をタップするっていうね、そして、システム設定の書き込みをする、ね、で、遠隔サポート画面に戻るという表示があるので許可をするにして、で発信と通話の管理ね、これを許可してもらう。そうするとサポートと電話できないから、これがね。これで遠隔サポートの画面に戻ると以下の表示が出るので許可をするをタップして、端末上の写真メディアその他のファイルへのアクセスを遠隔サポートに許可しますかということだよね。見せてもいいですかということなんだね。だからその端末の中のものを見てもらいながら、これをやってあれをやってで、遠隔でこれをやってってご本人にやってもらうというね、そういうサポートだからね、これね。でインストールが完了後点キーが表示されますということで、で連絡がつながったら、つながったオペレーターから6桁の番号、何番を入れてくださいっていうから、その番号を入れるとそこから遠隔 OK だよっていう。で考え方によってはハッキングだよね、結局ね。第三者がスマートフォンの中に侵入してくるっていうようなもんだから、見えるってことは。だからそれを許可してねっていう6桁の番号を言うので、許可します。だからパソコンでも結構あるんだよ。おじい、よく、ライブ配信やってるとね、おじい、パソコンで設定が分かんないよ、CD って言うから、じゃあこのアプリ入れて、で入れたら番号をね、設定の番号、その番号を教えてってね、で入れると今から入ってあげるねって、みんながこう感じそうで、はい、これでできたよってね、よくやってあげるけど、それと同じようなもんなんだよ、これね。このオペレーターからこの6桁の番号を入れてくださいって言って、入れてあげるとオペレーターが中に入ってくることができるっていうね、そういうことですよね。でホーム画面が終わって、遠隔サポートアイコンが出てるか確認して、インストール作業は終了となりますってことだよね。であとは遠隔サポートをつながったらね、スマホ遠隔サポートセンターに電話をかけますね。でアプリを起動して、オペレーターから案内される6桁の番号を入れて許可をして、そしておしゃべりをしながらね、サポートをしてもらえばいいでしょう。こういうことなんだよね、これがね。で確かね、おじいがね伝えたいことがあったんだよな。どれだっけな。あ、そう、スマホ遠隔サポートセンターに電話をかける。でこれが特別な番号になります。これが
その番号はどこにあるのっていうと、スマホ遠隔サポートを申し込むとメールで届きます、確か。なのでここの番号でしようっていうのがお知らせになります。これだから通常は公開されてないので、このスマホ操作遠隔サポートに入るとここにかけてねっていう電話番号を教えてもらえるので、そこにかけるってことになります。で、おじは申し込んでないので、その番号わかりません。これはね、申し込むとその番号を教えてくれるんですからね。そういうことです。まあ、流れとしてはこんなもん。で、これをね、MVNO の楽天モバイルの方だと、わかりやすいんだよ。これが、こう、絵が出てきてね、お客様の画面を遠隔で見ながら、あ、お客様、右側にあるこれをクリックしてください。で、触ってくださいってね。あ、そこのところにこれを入力してくださいって。こうやって見ながら、電話で喋りながら、こうして。だから、遠隔サポートのあれを、こう、重ね OK だよとかね、許可したりとかするわけなんでね。わかりやすいでしょ、絵があると。で、まあ、Wi-Fi の画面設定とかね、この教えてくれたり、データの移行を教えてくれたり、ね。まあ、今言ったサービス、こんだけやってくれますよ、ということで。で、これがね、見やすかった、おじいは。これ。従来の皆さんが連絡をしている楽天モバイルのカスタマーセンターってあるよね、電話がね。それと、楽天モバイルのスマホ遠隔サポートのこの違いが一目で分かるようになってます。で、こっち側がスマホ遠隔サポートで、こっちが通常のカスタマーサービスであります。まあ、丸投げのやつね。専用アプリがあるない、サポート方法は電話、両方電話で、サポートの対象機器は、ね、ドクタク通信のあるスマートデバイス、キャリア、メーカー、OS を問わずにサポートしてくれる。で、通常のサポートの方は、楽天モバイルでお取り扱いしている SIM 端末のみとなっています。で、まあ、サポート内容、ね、楽天モバイルの購入の端末と初期設定、メンバーズステーションの使い方、楽天モバイルが提供するアプリの使い方、これはどっちでも同じように教えてくれます。で、ここが違う。遠隔サポートに入ると、楽天モバイル以外のアプリの使い方、楽天モバイル以外の通信機器の利用に必要な設定、おすすめ設定、困りごとの相談、使い方のご案内、購入前の相談などを含む様々なお問い合わせに対応してくれます。で、通常のサポートだと、楽天モバイル加入前のご相談、楽天モバイルの料金、キャンペーン等に関するお問い合わせしか答えてくれません。これだけの大きな違いがあるんです。で、遠隔サポートは、通常のサポートでは一切行ってくれません。で、まあ、その他のサポートがね、まあ、こんだけ、まあ、今言ったものを重複するんでね、まあ、あえてスキップします。で、サポート範囲、これはね、機器については、通常のサポートは、インターネット接続設定、家庭内ネットワークの設定、マニュアルに記載された内容だけなんだけども、こちら遠隔サポートの方は、パソコン本体、モニター、キーボード、マウス、ルーター、無線 LAN、アクセスポイント、ハブ LAN ネットワーク、ね、ネットワーク接続可能なゲーム機、こんだけサポートしてくれる。こんなに差があるんだよ、これがね。で、OS も、こっちはね、そのインストール方法、個人を利用を想定した基本的な使い方、簡単診断しかしてくれないけども、Windows 98から現在のものまで、こんだけいっぱい対応してくれるよ、スマホだけじゃないんだよ、っていうことなんだね。まあ、ソフトウェアについてもね、ものすごい接続サービスについても、まあ、差がありますよってことです。おじい、どうした？疲れてきた。だって1時43分だもん。だって、いくら9時過ぎまで寝てたっつっても、そこから朝一番の動画から作ってるでしょ？
大体21、9時、10、11、12、1、もう2時でしょ。だから、やっぱりね、今日17時間ぐらいでしょ。だからね、本当に元気なおじいね。寝てる時間以外は、寝てる時間とトイレとお風呂以外は、本当に動画作りやってるんだよ。これを365日繰り返してるんで、疲れる。だからもう、もう17時間経つと、集中力切れてくるよ。ごめんね。本当ね。で、まあ、ここら辺は今、重複するので、まあ、ちょっと端折ります。これはね。で、使い方としては、アプリをインストールして、スマホを操作遠隔サポートに電話をする。だ今言ったように、もう、オプションを申し込むと、連絡先を教えてくれるので、そこに、連絡をする。そうすると、オペレーターの方が、6桁の暗証番号を言ってくるので、それを押すことによって、そこから遠隔サポートが開始ということになります。で、これが利用料金が500円なんです。税別で。日割り計算も OK です。これ入らないでないでしょ。だから、おじいね、本当にこの、遠隔サポートなんだけど、1ヶ月毎日フルにね、もう、なんでなんでって、どっちで坊やみたいに、なんでなんで、これどうしたらいいのって、すべての問題解決を、税別500円で1ヶ月フルに使ったとしても。で、ここのとこだけ知りたいってね、言うときには、そのときにオンにして、日割り計算も使うのも OK だしね。こんなにいいサービスがあるんだよ。だパソコン教室に行くと、お金かかるでしょ1ヶ月500円でここまで面倒見てくれないよ。そこにあるパソコンで必要のないことを教えてもらうとかね。無意味でよ。楽天モバイルのこの遠隔サポートに入ってれば、いや500円じゃす安いなと思うもんね。だインターネットにググって探す労力ね。でおじいみたいなところに聞いても分かんないものもあるだろうし、そのコメントを見て対応してくれるとは限らないしね、本当。で、ヤフー知恵文で、で、第三者に相談しても、結局は最終的には無責任なんだよ。だから楽天のことと楽天プラスアルファのことは、お金を払ってプロフェッショナルな方が教えてくれるって心強いでしょ。ね。で、ましては、知らない人に連絡したりとかね、そう、危ないわけじゃん、結局、個人情報からもし。ね。なので、このスマホ操作遠隔サポート、1ヶ月フルで使っても500円、日割り計算でも安く使えるわけなんで、これを使わない手はないでしょう。どう考えたって。日割り計算で1日20円もしないんだから。ね。すべての安全が保証されるわけです。これを使うことによって。ね。おじいおじいってこう聞くことがなくなるんだよ、これ使えば。安いでしょ、しかも。まあ、おじいの商売上がったりになっちゃうかもしれないけど、でもそれぐらいね、この楽天モバイルのスマホ操作遠隔サポートはすごいなと思った。でも、スマホ操作遠隔サポート、遠隔サポートで調べると、どのキャリアもやってるんだよ、実は。楽天だけではない。ね、どこのキャリアもあるんです。ただ、本当ね、楽天の場合は、ものすごくサービスがいいなと思ったので、おじいは本当いろんなことがわからない初心者の方とか、あとね、わしゃじじいだぞ、わしゃわかんねえんだって言ってる方ほど、ものすごく安い低料金で教えてくれるんで、マンツーマンで教えてくれる、しかも画面を見ながら教えてくれる、家庭教師みたいなもんだよ。そんなサービスをしてくれる。だおじいのところに投稿しても相手が見えないから、想像でしか物を言えないから分かんないでしょ。確実に自分の端末を見ながら的確な答えをドンピシャリでアドバイスしてくれるわけだから、
このサービスを使わない手はないんです。実はね。なので、ここまでのサポートをしてくれるんだっていうことを、今回は動画で伝えたかったんですね。まあ、ヨシエちゃんも素晴らしいんだけども、これも素晴らしいよっていうお話でした。ね、もう疲れた。嫌だね、ほんとね。寝る。ね、おなかだよね。カシューナッツ食べる？食べたい？はい、もご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 。うん。おいちい。ね。今日は可愛い仲間も増えたしね。カシューナッツおいしいね。もご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 。もご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 。いや。夜遅いんでね。はい。そんなわけで、参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押してもらえるとおじいがありがたいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。もうおじいのエネルギーがもう切れましたね。1時49分になりました。2時までには布団に入って寝たいと思います。もう今からこれアップして、あ、間に合わねえな、やっぱな、これアップするまでやっぱり10分15分で終わんねえからな、ほんとね。2時半までには歯を磨いて寝たいと思います。というわけで、おじいでした。またね、バイバイ。